全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い、早くも先頭14番ヤンコ戦車、1番ネップーザかわして先頭、16番セレスティアル先頭に入れ替わります。6番ミレニアムマシリカ好位につけています。各馬第1コーナーをカーブしていきます。1馬身相手17番フォーマンエマス、少し差が開いて9番白いキングス、3馬身相手10番スカーレットキング、内側7番オールマイティ、3番オナンコポン、この辺りが中段、少し差が開いて2番クロスコンコルド、2コーナーを抜けて向こう正面、続きまして13番スケイネルツゴ、11番ルビーシック、後ろに18番サファイアシック、内から15番ヤンバルロマン。 1000m の通過タイムは59秒7、内から12番レイハート、1馬身相手4番ヤンバルダンサー、その外8番ノスケイジハルナ、5番モグラオスサーフ、やや離れて最後方、冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。ここから先頭までは10馬身以上、先頭は16番セレスティアル、続いて1番レッグーザ、6番ミレニアムマシリカ好位をキープ、各馬大欅の向こうを通過、1馬身相手17番フォーマンエマス、1番人気14番ヤンコ戦車、この位置からの競馬、少し差が開いて9番シノイキングス、4コーナーから直線へと向きます。さあ直線の攻防、このまま2頭の一騎打ちとなるのか。残り400を切ってセレスティアル、その後からレッグーザ、セレスティアル、セレスティアル先頭だ。ミレニアムマシリカ内から差を詰める。残り200を切りました。ミレニアムマシリカいい足で伸びてきた。ミレニアムマシリカ粘っている。先頭はミレニアムマシリカ、ミレニアムマシリカ一着でゴール。勝ったのはミレニアムマシリカ、鞍上は海老名正義騎手。ミレニアムマシリカブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着セレスティアル、3着は混戦の模様です。